丈夫ですか？最強の敵であるベビーとスーパー17号スーパーイーシンロンを一箇所に集めたのは悟空さんたちを倒してしまうことだったんですね。顔には見覚えがあるぞ。あと一息で悟空を倒せたところだったのに、ね、邪魔をしやがって。俺の時もだ。お前さんに負けだ。どうやらここにいる3人ともお前のことが気に入らないようだぞ。どうだ、ここは3人であいつを片付けてしまうというのは。俺一人でも十分なの。まあいいだ。たっぷりと借りを返す。バカロニア、全てはあなたに勝っています。ダーランドのパワーボールだ。地球を、宇宙を、時空を守ってください。この戦いが終わればマイナスエネルギーで宇宙のすべてを破壊し尽くしてやる。それは困る。この宇宙は俺の支配下に置かれるのだ。後のことが好きにしろ。俺が最強だと証明する。それだけだ。お前らの野望はどれも叶わない。全員ここで倒されるからだ。この俺とこいつの力でな、ファイヤーパワーの凄まじさ思い知らせてやろうぜ。俺を倒してそれからどうする？またドラゴンボールを使うつもりか？そんなことは許さんぞ、この愚か者どもめ。確かに俺たちはドラゴンボールに対応するのかもしれない。でもドラゴンボールのおかげで父さんや悟空さんたちが出会い、今はあるんだ。みんなが守った世界を破壊させてたまるか。これは最強の水蔵人間、最強の戦士のはずだ。フラッシュボンバー。どっちの2番の7号はこんな奴じゃなかったか。あやつられ、どっちの水蔵の強さは虚しいだけだ。少し遊びすぎたようだな。だが俺の力はまだまだこんなもんじゃない。グバッアタロハッハッ。無駄なんだよ。グバッ
無駄なんだよ。ビッグバン、アタラの想像以上だ。やったな。今までいろいろありがとな。お前との戦い、すっげえワクワクしたぜ。あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。いや、それは俺がやっておきますよ。皆さんの戦いを見ていたら、いても立ってもいられなくなって。でも、助っ人の必要なんてありませんでしたね。トランクス？いや、お前は、あの時の。お久しぶりです、父さん。先ほどの戦い、お見事でした。ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか食い止められました。すべて正しい歴史に戻ります。おい、もう帰るのか。はい。父さん、どうかお元気で。お前もな。またな。おかえり。お疲れ様。すみません、決まりを破って飛び出してしまいました。ほんとよ、ダメだって言ってるのにびっくりしちゃうわ。すみません。まあいいわ、なんとかなったしね。これでワームホール騒動も一段落ね。そうですね、今度こそ完全決着です。おめでとう。今までのご褒美にプレゼントを用意しておいたわ。古今東西のグルメを集めたフルコースよ。こっちの建物よ、ついてきて。あの、覚悟しておいてください。今までで一番難しいクエストになります。時の海王神様の料理は、邪悪竜よりも、はるかに凶悪なんです。どうしたの？こっちよ。神様の手料理なんて、そうそう食べられるものじゃないわよ。残さず食べていきなさい。